少しがこうあります。でそこから覗いてみると、はい、まあざっと数えても6、7人いました。でうちのこの中に入る方法をなんかこうどこをあれやって壊して入ろうかとかそういう話をやってたんで、とりあえず何もないでとりあえずその場を終わらせたかったんで私が外の電気をつけたんですよ、まあ、びっくりして出てってくれるかなと思って、まあ、ただ向こうの電気ってちょっと暗かったんですよね。ただ一応まあそれで気づけば中にいる私たちが気づいてるぞっていうのを見せてもう撤退してもらいたいと思い、電気をつけました。そうすると一斉に撃ってきたわけなんです。その全員が、まあ、私たちにいる場所はわからないはずです。で、まあまあちょうどその入り口があるんですけどそこに撃ちながら来たわけなんですよ。まあ知ってますからね、店の間取りっていうのは。で私たちも応戦しました、はい、でふと気づいた時に、まあ、その時必死ですよ。もう正直怖いっていうのはその時はもうなくなってたんですね。とりあえず何とかせねばっていう感じです。なぜ明かりをつけたのに逃げないんだって、もうそればっかりです。逆に撃ってきたんです。ということはもう完全に私の命を取りきたんですね、はい、物を取りに来たんではなくてもう私の命を取りに来たんで電気がつこうがどうしようが向かってきたわけなんですよ。それ分かった瞬間にどうにか攻めればいけないというもうそれだけでした。でふと後ろを見たら、住み込みの連中がいないわけなんですよ。私一人取り残されてました。もうこれも本当今思えば笑い話なんですけど、まあ、向こうがバンバン撃ってきたもんで、みんな逃げちゃったわけなんです。逃げたならいいんですけど今まで開けてきた鉄格子の扉全部鍵閉めてるんですよ。だから私がそこにポツンと取り残されて、上にも逃げられない、どうしようもないという状況に置かれて、で私も正直応戦しましたという言い方をさせていただきます。まあ、そうすると外にいる連中はやっぱり隠れます、はい、そうやってるうちに引っかかったわけなんですよね。そういう言い方させていただきます。出なくなったんですよ私のは。出なくなったもんでもう焦って、昔ファミコンってあったんですけどそのファミコンが写りが悪いとフーフーってやるような感じで一生懸命私はフーフーって吹いてました。もうパニックですよ。まあ本当 今だから笑って話せるんですけどその時はもう本当パニックです。でも確かにこっちが応戦してるんで、向こうの方ももう要は逃げ腰なんですよね。逃げながら撃ってくるという。ただもうすごいバン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 すごいです。まあそうしているうちにやっぱ近所に響きますんでまあ必ずまあ警察なり何なり来るだろうっては思ってたんですけど、ただもう私が隠れてる場所ってコンクリートのこのぐらいのとこなんですよ。ここから鉄格子で降りてもスケスケになってるんで このくらいのところにこんな大きな体でこう横になって隠れてるんですけどね。でもう応戦しようもないんですよ。でもまだバン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 もう私がいる場所分かってるんで電気つけちゃったんでですね、正直もうもうなんて言うんでしょうね、恐怖通り越して生きたことしなかったです。あもう僕はもう私はもう終わったんだってもう思うような、なんか頭の中にいろんなことがこう思い浮かぶんですよね。そういう時ってもうああもう終わるんだと思って、もうただもう鍵が閉まってるもんで後ろにも行けないし、あいつらもとんでもないことしてくれるな、してくれるなって後で思ったんですけど、もうその時はそういうことも考えられないです。もうどうすればいいんだっていう感じです。でもう引っかかって出ないしですね、自分が持ってるやつはもう正直もうおしっこがちびったかなっていうぐらいもう怖かったです。もう怖いっていうかもう恐怖しかないです。
ただまあまあ応戦してるのももともとあったんで、相手方も一生懸命もう逃げることに一生懸命なんで、また音もすごかったんで、まあ、周りからも深夜電気があちこちつき始めたっていうのもあって、でまあみんなバーッと逃げていきました、まあ、その時に私もふう助かったって思った時に、まあちょっとほんとホッとしたんですよ。はぁって感じです。もう命があると思って、その後に思ったのが、なんで俺一人残して鍵まで閉めたんだって、もうそっちの怒りですよ。お前らもう本当にってな感じでしたね。ただそうなった時、ふっとなった時に、私の左足に激痛が走る、激痛っていうかもう焼けた鉄をこう、もうものすごい焼けた鉄をこうジュッとされたような感覚が2箇所っていうかもう箇所分かんないです。もうそういうのが走って、うわーっとなったんですよね。もうそうしてる間にもう丸々と腫れてきて、でこうふと見たらもう血が大量に流れてますし、あ、これは当たったなってことで、痛みっていうんじゃないです。もうほんとすごい熱い鉄かなんかをこうジューってやられたような感じでした。まあまあそのままですね、とりあえずはまあ警察も外に来てましたし、でもその人たちも逃げてますし、まあなんか強盗が入ったんだろうっていうような感じで、ちゃんちゃんで、日本と違ってですね、いろんな調べがあるっていうよりも、まあ強盗が入ったんだなっていろいろちょっと聞くだけ聞かれて終わったみたいな、私はもうせて怪我してますから、もうすぐ病院ということで病院に行ったわけなんですよね。まあもうそのやり取りしてるときは、相手がまだいるときには全然そういうのも気づかなかったんですけどね、アドレナリンがやっぱ相当出てたんでしょうね。でもふっと落ち着いたときに、また後ろの、ね、鉄格子の扉とか全部閉められてるので、そっちの方に怒りがいって、もう見殺しかみたいな感じになってたんで、うちの従業員たちに対して、ふっと思ったらもう足がものすごい焼けてるような、もうすごいとんでもない感覚であって、でそういうことがありました。でそういうことがあって、実際その後いろいろあるんですけど、まあ、もう単純に簡単に言ったら、まあ、相手が防犯カメラにも顔がよく映ってなかったんですよ。で電気をつけた時でもやっぱかぶってますし、いろいろ分からないように、まあ、多分私の命と取りに来てますから、相手も完全に分からないように来てますし、そのおじさんがその中にいたかどうかも分からないです、まあ、ただそのグループってことは間違いないなと思います。だってそういったいろんなことがあったすぐ後でしたから、で、まあいろいろその後調べがありました。新たにですね、そうすると警察とかもその夜来た時、深夜来た時にすぐ撤退したんですけど、いろいろ分かったことが、これ警察もそのグループと絡んでたんですよ。そういうのがあったんです。ただその当初ですね、私がちょうどその市の警察署長と、副市長とか議員さんたちとちょうど私が仲が良かったんですよ。いろんな行事ごとに私はスポンサーとしてその市を応援してたんで、個人的にもその警察署長なり副市長とかそういう人たちとの付き合いが深かったんで、まあ そっちの人たちの方が激怒して、すごくバーッと調べてくれて、まずその場に行った警察の人間たちもなぜそう簡単に引き上げたんだみたいな感じになりまして、いろんなことがバラバラバラッと分かってきて、一斉に逮捕っていう形になり、その押し込んできた人間たちも分かることになりましたし、まあそれに結果的にそのおじさんも関与してたっていう、おじさんも結果的に、まあおじさんその場にいなかったらしいんですけどね、まあそこから命令で動いた人間がいたとかも全部そこで分かったんで、まあまあ本当偶然、まあ運も良かったんでしょうけど、そうやって署長とか副市長には本当にその時ご迷惑かけて、あといろいろまあ地域に力を持った方たち皆さんが動いてくれて、一斉にまあそうやって
摘発してくれて、私を守ってくれたわけなんです。まあそういうのがありながら未だにやっていけてるっていうのもあるんですけど、まあその方たちもまたもう変わっていきますからね。その後に何回もやっぱりもう所長も変わりましたし、副市長、市長も変わりました。私も今はもうそういう人たちの関係はもう立っておりますんで、もう今はよくわかんないですけど、まあ過去にそういう話がありました。まあ、この話が動画として、配信されることを祈っております。あくまでもこの話はフィクションです。フィクションですので、よろしくお願いいたします。ちょっと長くなりましたが、こういったことが裏話でありました。また今後もですね、まあまあこの話に負けないようなことがたくさんありました。それからまだ長い年月があったんで、そういうことをいろんなことをやっぱ乗り越えて今幸せがあるんだなと思っております。フィリピンを決して舐めないでください。観光で行く分では全然大丈夫と思います。楽しいところです。もう今は本当いろんなとこが綺麗になってますし、そういった観光施設なんかもたくさんありますし、本当素敵なところです。皆さんにもぜひフィリピンに遊びに行ってもらいたいです。食べ物もすごく美味しいです。ただ、フィリピンで変なことをしようとかそういうことは一切考えないでください。はい。そしてなるべく日本とは全然違います。気をつけて行動してください。でも本当に楽しいところです。ぜひ皆さんに行ってほしいなと思います。本日もどうもありがとうございました。ブラザーでした。